こんにちは。今回はアベノハルカスのホテルに泊まりに来ています。ということで部屋を紹介していきます。まずここが入り口です。入り口の前に鏡とクローゼットがあります。スリッパはこんな感じです、で、こっち側にトイレがあります。トイレはもう洗い場もついてます。そしてこっちがベッドルームです。で、テレビが前にあります。で、この部屋は49階なんですけど、こんな感じで景色がすごい、夜景とかが綺麗に見えます。こんな感じです。やだ、映っちゃう。すごい綺麗じゃない、見える？見える。すごい綺麗な感じです。回数はあまり行かない方がいいよね。で、ここら辺は椅子とかがあります。で、ここにちょっとバー、これは無料じゃないですね。うん。で、こんな感じの水です。で、こっち側に冷蔵庫の中見せて。横だよ、横にする。あ、すごい。あ、これ映るな。いいじゃない、別に顔映る。開けてくれないと見えないわ。そう、どうやって開けるの？引っ張るの。でもこんな感じ。コーヒーでしょ。うん、はい。そしてこっち側にベッドの向かい側ぐらいにお風呂と洗面台があります。ちょっと変わった感じの形で、こんな感じのおしゃれな洗面台です。で、これはアメニティ。あ、これもついてる。マウスウォッシュ。うん、これはヒゲ剃り。アルコールはないんだけど、うん。アルコールない代わりにこのペーパーが。そしてこっちにはシャンプーとか。シャンプーは。何かよくわかんない、何のメーカーか。こんな感じ映ってた。うん、はい。お風呂の中にね、あれがある。ドライヤーは普通で、何があるの？お風呂の中にこれ、入浴剤。お風呂はOkay, please.
と今荷物映っちゃった。いい感じ、うん、電気消してみる。あ、そう、ちょっと待ってね。夜景はこんな感じです。綺麗に映ってる、うん、ということでホテルの紹介でした。バイバイ。こっちはないんだね、あんまりね。下こんな感じ。こんな感じですよ、皆さん。こんな感じですよ。南側に行ったらどんなの？Thank you.